皆さんこんにちは、 A トラベルです。さあ今回はですね、トルヒージョマップで遊んでいきます。で、荷物はこちらの丸太ですね。重量は22トンほどになります。こちらを紳士カップっていう場所からパランダイっていう場所まで、距離はおおよそ217キロですね。こちらのトルヒージョマップ、私も初めてなんですけどね。まあ、あの全体マップ見る限りでは相当な国道なんで、楽しみですね。では早速やっていきましょう。エンジンかけます。はい、それではギア入れて、サイド落として、ハザード消して、はい、やってきます。え、これどっちや。あ、こっちか。これは左。いきなり狭いですもんね、これ。左方向です。よいしょ。いけるか。うわ、対向車も来るんやな、これ。まあ、対向車来た方が面白いんですけどね。なかなかの細さですよ。今はね、こんな感じなんですけど、後半かな、後半だったらまたもう両側とももう超崖みたいなね、とこ走りますからね、もうぜひそこまで見てってほしいですね。距離217キロやからね、そんな時間かからんと思うんですけど、まあ崖から追ってたらね時間かかっちゃうから、まあどうなることやらですね。かなり狭い。片方がね、壁ができるとやっぱりちょっと怖いね。寄れんもんな、これ。対向車来んのかな。くるくる、対向車くる。だいぶはみ出してくれるからええけど。前回の動画のね、あのオプション設定の動画かな、あの動画の本当に最後の方でちょっとだけ紹介したんですけど、この電子ミラーっていうのかな、これまあ、つけてから私初めて乗るんですけど、ちょっとまだ慣れてないけど、やっぱ便利は便利やな。センターのルームミラーのところに右側のね、右後方側方っていうかな、まあ、見れるミラーがついてるから、これは便利ですね。ごっつい雨降ってきて、霧もやばいわ。怖い。雷もごっつい。ビカビカ光ってる。おほっ。あっ。ビビってもた。ビビってもた。
こまで追ってくね。めっちゃ追ってくやん。ああビビってもたわ今完全に。画面戻したらカーブやったからもう急にハンドル切ってしもた。ここね、この前めちゃくちゃびっくりしたわ。うわ、ここもあんまり視点変えられやんとかやな。後ろもすっごい引っかかる。こんな感じやもんね。と霧は晴れたかな。それにしても狭い。狭くて対向車来るから厳しいわ。さあこの町を過ぎたら左右がどぎつい崖国道じゃないかな。まだ崖崖じゃないな。まっすぐこれ抜けれるんじゃんこれ。抜けた。めちゃくちゃやもん。あれ雨やんだ。やめましたね。これでブレーキもよく効くやろうし、うまいこといくぞ。うん、効く効く。狭いわ。でもこれ左こっち崖よ。なんか左右が崖やったイメージやったんやけどな。違うんだったんかな。片方だけやったんやろか。それでもおっついよなこれ。まあね、自分が走ってる側じゃないからまだマシっすよね。これ自分の方が崖やったらまあまあ怖いですからね。さすがに対向車も減ってきましたね。さあこれで対向車はきついもんね。あと自分の進行方向側に車が出てけへんのはありがたいですよね。おはようございます。え、これ右側、これ雪？雪山やな。やば、季節感がようわからん。車来るやん。いいんか。おお。来た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 よ。左右崖崖国道。景色はいいですけどね。とか言ってる場合じゃない気がするなこれ。優しい。ああこれは止まった方がいい。なんや、え、当たってないよね。この画面で運転するの難しいもんな。おー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 おおお。でもね、この画面ばっかりじゃ絶対面白くないですもんね。
見る人はね、外側からの視点もやっぱいるもんな。うおー、怖っ怖っ怖っ。何やこれ、水？あ、何やこれ、何なんこれ。あ、ブレーキは効くな。あれ、ちょっと後ろの車みんな消えてくけど、あれ、どういうこと。よー、お前も消えてく、どういうことやねん。もう近いと思うんやけどな。あ、ナビに見えてますね、ゴールは。頑張れ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 。なかなかのヘアピンやこれ。よいしょ、うふふふ、すげえ。よっしゃ、街見えてきた。着きましたよ、街。パランダイ来ましたね。パランダイ、よし。この次？まもなく左方向です。はい、これか。どこや？あ、そこやね。左方向です。あ、なんか馬がおる、向こうに。よし、これは。ルート案内を終了します。はい、到着ですね。ここでぐるっと、ほら、馬がおる、馬。森の中に。やべ。はい、着きましたね。ニュートラル、サイドブレーキ、ハザード耐性、エンジンオフ。はい、外行きます。はい、ということで今回はですね、トルヒージョマップですね、こちらの方で遊んできました。荷物はこちらの丸太ですね。重量は22トンほどです。こちらをシンシカップっていう場所からパランダイっていう場所まで、距離はおおよそ217キロでしたね。はい、それではですね、全体マップの方をお見せします。わーん、こんだけあります。まあまあ広いっしょ。ここら辺からね、ずーっと。これ何、ああ、ジャンプこれ見ていただいたら分かりますけど、これぐにゃぐにゃやばいでしょ。で、今回今走ってきた場所はここをスタートしたかな。シンシカップをスタートして、ここで落下して、ここから始めさせてもらって、ずーっとこれね、走ってきて、こちらのパランダイっていう場所がゴールでしたね。
もうこの続きもね、これでもえぐいんですよ。ここもえぐい。でね、こういうところも結構これ激しそうに見えるんですけど、メインは舗装の国道っぽかったですね。まあまあいろんなとこ見に行ってきましたけどね。どっか一部だけ悪路やったんやけどな、ちょっと忘れちゃったな、舗装がされてない道ね。ここら辺もね、結構ねグネグネはしとるんやけど、舗装がされてる国道チックなとこですね。だからまあ舗装されてない道が好きな方も、舗装がされてる道が好きな方もね、まあ両方とも国道ですけどね、このマップやったら結構楽しめると思いますからね、国道好きな方はぜひねダウンロードしていただいて遊んでみてください。まあほんとね、いろいろ面白いマップがあっていいですね。結構ね、またマップ溜まってきとんねんけど、なんか新しく出たやつをさきさきやってるもんで、モッド落としとるやつね、どんどん古くなっていって、過去のやつはもうやらずにもう捨てていってるやつも多いんですけどね、なるべくね紹介していきたいもんですけどね。まあ頑張りますね、制作もね。はい、ということで今回はですね、この辺で終わりにしたいと思います。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、動画が良かったと思っていただければ、グッドボタンですね、押していただけると嬉しいです。はい、あ、それからあれですよ、やっぱコメントですね。コメント本当いただけると嬉しい。コメント特にねいただけるとですね、動画作ろうっていう気持ちになりますからね、ぜひぜひお願いしたいと思います。はい、それでは皆さんぜひですね、また遊びに来てください。どうもありがとうございました。またねー。